なんかね、1990年代とかのレトロなバイクみたいですごいかっこいいです。皆さんこんにちは、ジェイソン・オリゴビルだ。ひらりだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイタースーパーバイクの続きになります。前回の動画でこちらのスーパーバイクを組み立てました。今回の動画はこちらのオートバイに組み替えます。スーパーバイクの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではオートバイに組み替えます。完成、オートバイです。完璧に前回作ったスーパーバイクと比べて少しだけ小さくなりました。ちなみに組み立てにかかった時間は25分かかりました。で、このオートバイなんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。なんかね、1990年代とかのレトロなバイクみたいですごいかっこいいです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが前輪部分とヘッドライトです。ヘッドライトはこのようになっていて、前輪については前回のスーパーバイクとほとんどまあ一緒ですね。メーター部分については今回はクリアパーツになっています。で、ハンドルもちょっとだけ造形が変更されています。続いて本体部分はこのようになっていて、相変わらず本体周りの造形すごい細かく作られていて、めちゃくちゃかっこいいです。そしてこのオートバイにはちゃんと給油口がついております。はい、そして後輪部分はこのようになっていて、今回のオートバイはちゃんとスタンドがあります。で、あの前回の動画で言い忘れてたんですけど、このテクニックパーツのギアの部分がいわゆるチェーン部分になっていて、こういうところがすごいよく作られています。ではこちらのオートバイのギミックについて説明します。こちらの部分はハンドル部分と連動して、前輪がこのように稼働して、そしてバイクスタンドがこのように稼働して、で、後輪がこのように回転します。ただこれ唯一残念なのは、前回サスペンションギミックがあったんですけど、今回はありません。こんな感じでこの走行で遊べることができます。こちらのバイクなんですけど、どっちかというと中型車なんじゃないかなと思います。前回のスーパーバイクが中型寄りの大型っぽかったので、どっちかというと中型タイプのバイクだと思います。はい、では最後に大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさについては前回のスーパーバイクと一緒で結構でかいですね。ミニフィグほぼ2体分はあります。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。大きさ的に今回のオートバイもうちょっと小さくしたらレゴマリオサイズになるんじゃないかなと思ってます。はい、レゴクリエイタースーパーバイクのオートバイはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースーパーバイクをオートバイに組み替えてレビューしてみました。前回組み立てたスーパーバイクよりかは少しサイズは小さくなったんですけど、造形自体がクラシックバイクみたいな感じでとても良かったです。前回作ったスーパーバイクと違ってサスペンションギミックがなかったり、エンジン周りの造形がちょっと簡単なものになったんですけど、このオートバイの完成度がめちゃくちゃ高かったのでとても良かったです。僕的にこのシアンカラーをブラックカラーに統一したらめちゃくちゃかっこよくなるんじゃないかなって思っております。次の動画ではこちらのホバーバイクに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。